アイリッシュウルフハウンドが描かれたドッグライセンスの収入因子。ドッグライセンスはペットタグの形で付けられることもある。ドッグライセンスは一部の国や地域において犬を飼育する際に必要となる免許のことである。通常、登録団体発行の識別紙と連絡先番号が記載されたペットタグと共にドッグライセンスを識別する番号が飼育者に交付される。 ペットタグ付きの犬が見つかった場合は、発見者は登録団体に電話して、犬の飼い主の連絡先情報を知ることができる。ドックライセンスを取得するには、犬が狂犬病の予防接種を受けていることを証明するなどの行動を必要とすることもある。多くの国や地域では、通常、少額の登録料を支払う必要があり、毎年、または数年ごとに更新する必要がある。 州及び、準州の法律によって、ドッグライセンスなしに犬を飼育することできないが、ドッグライセンスの交付自体は、地方自治体の業務であり、交付費用とペットタグの形式は地域によってまちまちで、ある。ビクトリア州などの一部の地域では、飼い猫も登録やマイクロチップの埋め込みも義務化されている。ドッグライセンスが必要となる。 ライセンスには3つのタイプが存在する2008年以降、月齢2ヶ月以上の犬には識別用、マイクロチップを埋め込まなければならず、少額の手数料を要するが、更新する必要はない。犬を登録する必要があり、飼っている犬の数に従って税を地方自治体に支払わなければならない。金額は、 市町村によって異なる。1996年の犬管理法では、月齢3ヶ月以上のすべての犬は、その犬が通常飼育されているし、または、地区の議会に登録する必要がある。危険、眠毛な犬種に分類されている犬と2006年7月1日以降に登録しようとする全ての犬は、登録する前にマイクロチップを埋め込む必要がある。すべての犬の登録は、 毎年6月30日に執行し、7月31日までに更新する必要がある。登録された各犬には、飼育されている地区の議会、登録有効期限、登録番号が記載されたタグを付けなければならない。タグの色は、毎年変更され、いつ登録されたのかがすぐにわかるようになっている。登録料は、地域や犬に対する虚勢の有無、危険、または眠毛な犬種であるか、 飼飼いい主主が責任ああるるる犬ののであるかななどの要因によって異なる通常、働く犬の料金は一般的なペットの料金よりも低く、盲導犬、またはちょうど犬は無料で登録できることが多い。イングランド、ウェールズ、スコットランドでは1987年にドッグライセンスが廃止された。廃止以前は、 ドッグライセンスの交付は飼育者の約半数に限られ、残りの半数はドッグライセンスを受けていないというありさまであった。廃止直前の登録量は37ペンスであり、これは1984年に37.5ペンスから0.5ペンス値下げされたものである。登録量は地方自治体の収入となっていた。二千十六年からはイングランドとエールズのべての犬に対して、 マイクロチップの埋め込みが必要となった。スコットランドの法律も改正され、同年から犬に対するマイクロチップの埋め込みが義務付けられた。北アイルランドでは1983年の犬精霊に基づいてドッグライセンスが必要となっている。2011年10月現在、ドッグライセンスの交付には年間12.5ポンドがかかるが、 年金受給者とライセンス対象の犬が虚勢されている。場合は減額される。ありがとうございます。